え、怖何何音どこの音え、怖怖怖大丈夫大丈夫え、何の音今ゲップえ、ゲップ熱っちょ、やめよ、うん、俺もやってあげようかやってもらおうか、うん、え、うますぎ、なん、え、でも火加減の問題え、そんなことないよ角ってさ、火加減あれじゃないあ、角はねね、うん、だよねこんな下手なわけないもん、俺が。すごい自信。ちょっとさ、うん、究極の二択ゲームしたいんだけど。何、何、何それ。なんか、選択肢が二つあって、どっちを選ぶかっていう。いくよ。いいよ、いいよ、どうぞどうぞお願いします。まず一個目、うん。大雨の、はい、屋外。うん。大雨の、もう。あ、はいはい。あ、外ね。か、はいはい臭い室内。へぇどっちで時間を過ごすへぇ大雨はもちろん傘なしよね。傘とかカッパなし。いや、傘はありでいいんじゃない？あ、傘あり？傘はあり。でも、土砂降り。へぇズボンとかもびしょびしょ。傘差してても、やべえくらいの土砂降り。いや、でも、臭いのって耐えられないよね。この、匂いの種類にもよるくない？そう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 、わかるわかるわかる。な、半乾き臭。ああ、いや、もうそんなんはいけるよ。全然平気よ。そんなん全然平気だし。カビの匂い。全然、風呂入らないやつ近くにいるからさ。いや、そんなん全然平気なんだけど。そんなに嘘じゃないけど。いや、嘘、風呂入らない事実は変わんないけど、別に臭くはないよ。じゃあ。一緒に言う？もう室内に匂いにしよう。匂いはさ、ちょっと、選ぼう。に、あ、匂い選んだ全体で。だってもう、生半可な匂いだったらさ。え、じゃあ、うんこ、うんこ。あー、うんこ、なんか、この部屋、うんこ臭くない？うん。っていうね。結構さ、わかるよね。うん。もう、なんかさ、もちまるがうんこした時に、もう、わかる。あー、見てなくても。やってんなんてね。うん。わかるわかる。そうね。室内でしょ。え？室内。室内？うん。あ、もう、僕間違えた。室、あの、屋外。屋外よね。俺も屋外。屋外。うん、それはそう。それはそう。せーのとかで言わねえんだ。いやもうパキパキ行こうよ。わかったわかった。じゃあね。うん。あ、買い物をしていて、うん、お釣りを多くもらいました。うん。素直に言う。もしくはさりげなく持ち帰る。あ、もうそんなん一瞬一瞬一瞬。え、せーの。素直に言う。さりげなく。ええさりげなく持ち帰る。あ、そっちでいい。そっちそっち。額にもよるか。そうね。あまりにもさ、1万円多いです。あ、1万円はないわ。それはない。1000円多いですとかだったらさ、1000円多いですよとか言うけどさ、10円とかさ、それくらいだったらまあいいか。まあ、ちょっとそういう経験ないから何とも言えないけど、まあ、 うん。本当は、本当はいろいろダメみたいなのがちょっと気をつけてくる。本当。うん、あー、いい？いいよ、いいよ。幽霊が出る家。うん。ゴキブリだらけの家。どっちの方が。うわ、怖え、幽霊は嫌だなぁ。幽霊嫌ね。ゴキブリも嫌じゃない？え、何匹？大量。でもさ、ゴキブリさ、一匹見たらさ、うん、100匹はいるみたいなこと言わない？うん、言う言う言う。言うよね。うん。じゃ、せーので言おう。うん。なんだっけ？幽霊が出る家か、ゴキブリだらけの家。うん。うん、はい。せーの。幽霊。え、全然合わないやん。幽霊は嫌よ。いや、ゴキブリ、いや、そう、量によるよ、ゴキブリ。まあ、量にもよるよ。一匹二匹とかだったらまだいいわ。でもゴキブリがさ、大量に、うじゃっていたら、それは幽霊以上に怖いよ。まあ、そうね。うん、バルさん宅は俺。うんうんうん。幽霊の方がちょっと嫌だな。次次。じゃあ、うん、いけね。いいよ。1万円の当たった宝くじ。うん、もう確定でこれ1万円当たりですっていう宝くじか、100枚の宝くじ。どっちが欲しい？もう1万円当たってますっていうもう宝くじ。うんうん、1枚、うん。か、100枚のまだ結果が発表されてない宝くじ。確実に1万円をゲットするか。はいはい。せーので言う。うん。いいよ。せーの。1万円。全然無駄。当たんないよ。って宝くじって。あれでしょ？だってさ、雷落ちるよりも確率低いんだけど。まあまあまあ、そうだけどさ、もしかしたらさ、その100枚のうちのさ、
1枚でさ、うんうん、1等があるかもしれないんだよ。いや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 、ないかもしれないね。ないかもしれない。まあまあ、そうね、そうね。そう言われたら可能性にかけてもいいかもしれない。そうそうそう、でも。だって100万円が当たってますっていう宝くじだったら絶対そっち選ぶけど。うん。1万円だよ。そうね。うん、でも1万円。でも確実に1万円は、うん。いや、確実に1万円もらって飲み行くわ。ああ、なるほどね。全然違うね。自分の命日と、うん、自分の死に方。知りたくないのはどっち？知りたくないの？命日と自分がいつ死ぬかも。あと死に方か。うん、ああ。知りたくないの。でもこの日に死ぬっていうのが分かった。でも死に方はや、知りたくないの？うん。せーの、死に方。あ、うん。うんうん、そうね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 。だってさ、死ぬ日が分かったらさ、それまでにさ、うん、どれだけ楽しいことしようかなとかさ。分かる分かる分かる。そうね、それが計画立てられるじゃん。そうね、そうね、まあ、怖いけど、その日に死ぬって分かってたら、ね、うん、死に方は知りたくないな。そうね、そうなのよ、そうなのよ。なんか、そう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 。変な死に方だと嫌じゃん。そうなの、そうなの、そうなの。それ、それ、それ、それ。じゃあ次。はい。じゃあ付き合うなら、はあ、時間に超ルーズな恋人。はい。もしくは、お金に超ルーズな恋人。どっち？うわぁ。もう、時間とかに関しては、本当に遅い人で、っていう前提でいいよ。もう、約束とかしてても、待ち合わせに3、4時間来ないっていうのは当たり前。お金にルーズな人は、貯金ができる。俺のことやないかい。あ、オッケーオッケー、できた。はい。はい、せーの。お金。時間。なんなんその、そう、なんで遅く言ったの？今一瞬さ、わ、うん、かんなかった。あ、そうです、そうね、そうね、そうね。時間にルーズの方がいいかな、まだ。まあ、時間にルーズだったらさ、あれ、計算すればいいもんね。逆に。そうそうそう。そう逆にさ、超早めに言っといてさ。そうそうそうね、そう。まあ、どうせ3時間遅れるから、毎回、ね。そう。それも思ったんだけど、うん、お金だったら、最悪別に自分で稼げばいいかなって思ったのね。おー。なるほどね。うん。時間はちょっとさ、だってさ、ディズニーとか行くときにさ、じゃあもう閉店間際に来るとかさ、嫌じゃん。お金はなんとかなるよ。うんうんうん。うん。じゃあ次。うん。全く喋らない人。もしくは、うん、24時間喋り続けてくる人。結婚するならどっち？ああ、でもこれは、24時間って何？寝ないの？まあ、寝るけど。寝るはありね。もう寝言ずっと言ってんじゃん。うわ、それは嫌。それは嫌だよ。そんなん嫌じゃね？いやーこれ、あー難しいね。全く喋らないのもさ、本当に喋らないよ。うんともすんとも言わないで。でも顔はさ、自分の好みで一番、自分の理想の顔で。両方ね、両方ね。両方ね。うん、両方ね。待って。両方、あー。あ、でも、はい、あん、はい。いい方ね、ずっと喋るか。無口か。うん。じゃあ行くよ。せーの。ずっと喋る。続ける。うん。うん。そうそう。うん。同じ。そうね。で、顔が自分のタイプの人でさ、うん。で、喋り続けて。話しかけてくれる。全然 OK や。全然いいよね。うん。むしろ喋らないの嫌よね。何考えてるか分かんないしさ。うん。まあ、それはそれで多分、かっこいいと思うんだけどね。多分、自分は。ああ。だったらもう写真でよくね。あ、でも苦痛ね。そう、わかるわかる。そうそうそう。一緒にいる空間は苦痛かも。じゃあ次。はい。一生禁止されるなら、はい、お肉、お酒、どっちがいい？禁止されるなら、はい、もう一生。あ、オッケー、もう全然確実。もう俺も、これはもう確実だ。うん、いくよ。うん。せーの、肉。いや、そりゃそう、そりゃそう。そりゃそうだよ。そりゃそうよ、もうこれ全然究極の質問じゃないよ。究極じゃない、全然全然。お酒が飲めるんだったら別にお肉食べなくてもいい。うん。うん。うん、他に食べるものあるし。そりゃそう。うんうんうん、そんなでした。食べないの？食べない。食べないの？ほら、見たことか。